フィリピンの首都マニラの南、およそ60キロにあるルソン島のタール火山の河口付近で、おととい水蒸気水蒸気爆発とみられる大規模な噴火が起き、当局の観測では噴煙が最大で1万5 0メートルの高さに達しました。周辺の地域では大量の火山灰が降り、火山があるバタンガス州やカビテ州の避難所には多くの住民が詰めかけ、 地元の災害対策当局によりますと、避難者の数はこれまでにおよそ1万8000人に上っているということです。特に大きな影響が出ているバタンガ合衆は、昨日救護活動などに国の予算を充てることを可能にする災害事態宣言を出しました。これを受けて、軍の兵士や政府の医療チームが現地に入り、避難所に支援物資を運んだり、火山灰の影響で 目や呼吸器の異常を訴える人の治療に当たったりしています。